日本ジェットエンジン、日本ジェットエンジン株式会社、日本ジェットエンジンは日本の国策ジェットエンジンメーカー。略称は 2T-1 中等練習機に搭載するジェットエンジン J3 の開発を行った。1952年、昭和27年に GHQ スキャップによる航空禁止が一部解除され、日本企業による航空機製造が再開されたが、 時代はすでにレシプロエンジンからジェットエンジンに移り変わっていた。第二次世界大戦中には数多くの軍用機を開発してきた日本企業だったが時代の移り変わりはあまりに激しかった。かつての日本ももともとエンジンには弱く、それでもレシプロはなんとかものにしたが開発にこぎつけたジェットエンジンは海軍航空技術省の配線直前に完成させた年20のみだった。 1954年、昭和29年に発足した防衛庁と航空自衛隊にはアメリカ合衆国空軍から続々と海マイナス86海戦闘機や T-33A 練習機といったジェット機が供与され、これらは1955年、昭和30年にそれぞれ戦前の航空機メーカーであった新三菱重工と川崎航空機がノックダウン生産、後には ライセンス生産することとなり、日本人は初めて本格的にジェットエンジンに携わるようになった。一方、日本でも独自にジェットエンジンの開発を行うべく、通商産業省、現経済産業省は、1952年、昭和27年11月に国会で航空機製造法が施行された後、航空機生産審議会において、我が 国航空機工業の再建振興方策の諮問題1号を出し、翌年6月にジェットエンジン試作研究に関する特別措置を公表して、試作するメーカーには助成金を出すとして募集した。最初に名乗りを上げたのは大宮富士工業だった。戦前に三菱と互角に航空機を作った中島飛行機は完全に解体され、 航空再開後は工場ごとの富士重工業と富士、精密工業など数社にまとまった。その中の大宮富士工業の技術者、渋谷岩尾は日本が追いつくには、ジェットエンジンをものにしなければならないと感じ、元中島のエンジン部門だった富士精密の協力を得て、助成金320万円を受け、1953年、昭和28年から独自に、欧米の文献を読み漁りながら、 ジェットエンジンを開発し、翌年には、戦後初の国産ジェットエンジン、マイナス -1 を完成させてしまった。しかし除 -1 は、馬力が出ず、地上で試運転するだけであった。このことから渋谷は、ジェットエンジン開発には、国や大企業の強力な支えがなければ、ものにならない痛感した。最初の富士重工に金は出せたものの、石川島張魔重工業などが次々に提案を、 してきたため、とても各社に資金を供出するわけにはいかなくなり、希望各社に対して、共同出資で会社を設立するよう指導した。そこで、石川島張馬、ま、富士重工、富士精密、新三菱の4社が、共同出資して、資本金1億6000万円の日本、Z エンジン株式会社2を設立した。2は、最盛期には180人の従業員を従え、 部長クラスは戦前の航空技術者がついて率いた。また戦前の航空産業を知る技術者たちは軍人、つまりは役人が技術も知らないのに注文ばかりしてくことに苦しんだため、艦長からの甘下りは全て拒否した。2は富士から引き継いだ助マイナス1の研究を続けるとともに、独自に水力3トンの J1 の計画も進めた。 しかし計画を進めるためには10億円、当時ほどが必要と見積もられ、これを開発と会社設立を消しかけた通産省が大倉省、現在務省から引き出してくれるだろうと考えていた。ところが最初に意気込んで、Z エンジン開発を消しかけたはずの通産省は、欧米のあまりに進んだエンジン技術を見るにつけ、次第に弱気になっていた。 大蔵省にもエンジンの国内開発の重要性を説明できずに予算を勝ち取ることもできなかった。一層の言葉を英庁がやらせているように、アメリカ製エンジンのライセンス生産の方が開発費もかからずに、技術の美味しいところだけ取得できるのではないか、などと考え始めていた。開発を決定する前、世界のジェットエンジン技術がどうなっているかを知らず、勢いに任せて提案しただけだったのである。 通産省の募集に乗り、通産省の指導で会社を設立し、すでに国産開発という方針を定めてしまったには、開発費を取得できず、自分たちを見放しつつあった、通産省を批判した。しかし表返した、通産省の冷たい姿勢は変わらず、見通しは全くつかなくなった。実用的な大型エンジンの開発を計画していたが、結局 J1 よりもさらに小型のエンジン開発に、 交代してしまった。そんな折、防衛庁から水力1トン程度の小型ジェットエンジンを搭載した航空機を求めているといった声が漏れてきた。これが後に中東練習機 T-1 となる機体である。日本発のジェット練習機である T-1 は搭載するターボジェットエンジンもまた国産品であることが望まれた。エンジンは機体の開発と ほぼ同時に進められることとなったが、1955年、昭和30年5月に T-1 搭載の試作エンジン XJ3 への要求が防衛庁から寄せられ、12月には、長期でエンジン試作が決定し、翌1956年、昭和31年3月末に、2と防衛庁でエンジン試作の役を行った。エンジンの設計、開発は、 ほぼ順調に進み、6月末には後に J3 と名付けられる試作エンジン、XJ3 から3が完成した。しかし、11月からの試運転では、至るところで故障、破壊が相次ぎ、問題は山積みとなった。12月には初号機が防衛庁に納入されたが、町内でもやはり問題が相次ぎ、使い物になるにはおよそ2年半を費やした。 XJ3 エンジンが量産に移れないことは2を焦らせていた。T-1 量産第1期の20機には間に合わず、第2期の20機にも間に合わず、これらは試作記録機と合わせて T-1A となった第3期の20機でようやく量産化できる見込みとなった。小型エンジン開発にも手間取っている様子から2には途中で通産省の行政指導によって、 川崎航空機も参加した5社体制になっていたが、その5社の首脳によって1959年、昭和34年初頭2の今後について、話し合いが持たれた。防衛庁が、XJ3 改め、J3 エンジン生産の責任をはっきりさせるため、より合い状態で曖昧になりやすい2から1社に集約し、品質やコストを保証していく体制を要求したので、 J3 は防衛庁が50機程度を受注することとしていたが、それは開発が長引いたために開発費が冒頭し、量産台数が少ないためにメーカーにとって膨大な赤字が伴うことであった。5社によって様々な話し合い、駆け引きが行われたが、結局は石川島張間重工業に製造権を渡し、各社が協力するという形で収まった。実質、 この時点で4社は J3 に見切りをつけ、ジェットエンジンから手を引いたことになる。金も時間も膨大にかかって、なおかつ質の悪いエンジンしか完成できなかった、日本の実力を思い知らされ、得意の機体や他の事業に専念することにしたのである。年内に開発を正式に引き継いだ石川島張馬は、試作、XJ3 の各種の試験と改善を行い、 量産先行機 UG3 から3を7月に完成させた。翌1960年、昭和35年に UG3 から3を T1 回2の試作1号機に搭載、ブリストルシドレーをオーフィウスから完走し、T1 回1として5月17日に初飛行した。J3 の量産は石川島張間に引き渡され、には解散した。1961年、昭和36年に、 防衛庁によって正式採用され、J3 から3となった。50機を受注したはずの J3 だったが、海 -104 戦闘機の導入によって、教育方針が転換され、T-1 の配備数を削減することから、第3機分の20機で終了してしまった。石川島張馬はその後も J3 の改良開発を行い、1967年、 昭和42年から海上自衛隊の P-2 自衛隊戦哨戒機、川崎製の補助エンジンとして J3 から 7C、D が採用された。また、積極的な海外エンジンのライセンス生産を通じて勢力を拡大し、海外のエンジン開発にも積極的に参加、国内シェアの7割以上を占めるまでに成長した。この時手を引いた三菱と川崎は、後に、 エンジンのライセンス生産や共同開発に参加するが、技術力は大きく、水をあけられてしまい、また火付け役だった富士は、航空エンジン産業に回帰することなかった。なお、純国産エンジンは、T-4 練習機の F3 ンジェットで復活し、実証エンジン XF5 から1を経て、P-1 小回帰の回7から10へ至るが、 これらはすべて石川島春馬が主体となって開発したものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。